次の問題です。発熱反応における発熱反応における正の触媒の働きを表す反応座標とポテンシャルエネルギーの関係として正しいものはどれか。なお、触媒が存在する場合を実践、存在しない元のやつが発線ですね。で、触媒っていうのは、触媒があると、活性化 TS が、繊維状態が低下して、反応物と生成物の状態は変化しないですから、まず繊維状態が下がるはずですから、これは、点線から破線から、実線に向かって上がっちゃってますから、この2つは間違ってますよ。で、第2に生成物反応物は変化しないんですから、これ生成物は下がっちゃう、生成物が、高くなっちゃってますから、これも間違いですねと。じゃあ1と2どちらでしょうっていうことですね。正の触媒、触媒があると、実線の方が下の経路を通りますが、反応物、生成物の高さは変わらないと。で、発熱反応ですから、この場合はエネルギーの高さが低いところに行きますので、残ったエネルギーを発熱しますと、放出しますよと。で、こちらは、高いエネルギーのところに生成物が行きますので、外から熱エネルギーをもらわないといけませんから、吸熱反応ですねということになりますので、答えは1番ということになります。次の問題に行きましょう。次の問題です。アレニウス式における分解反応速度定数 K と絶対温度 T、熱力学温度の T の関係はこれこれ式22プライムで示される。 A は定数、 EA は活性化エネルギー、最初に出てきた式では LNK イコール LNA マイナス RT 分の EA でした。で、もちろん、これ省略しましたけど、これも当然成り立ちますね。マイナス 2.303RT 分の EA ですね。で、対数を取り払ってやりますと、K イコール A のエキスポーネンシャルのマイナス RT 分の EA。足し算引き算だったやつが掛け算に変わりますよ。で、この式っていうのは、これで表されますよということでしたんで、E のマイナス RT 分の EA 乗ですね。この式と同じになります。いろんな表現の仕方がありますから覚えておいてください。で、もう一つ引き算をしたらっていうことで、一番上ので書きますと、K1 イコール R 分の EA プラスですね。で、T1T0 分の T1 マイナス T0 ですね。こういう形で表されました。これが積分型の表記です。で、示されるこれに関する記述のうち早くなっているも、K は温度の上昇とともに T の上昇とともに指数関数的に増大する。T が大きくなりました。T が大きくなりました。大きくなると分数は小さくなりますが、マイナスで小さくなってるから大きくなりますので、これは正しいと。で、次、縦軸に K、横軸に T をプロットすると、縦軸に K、横軸に T をプロットすると、 T 分の1をプロットすると、 T 分の1をプロットすると、Y イコール E のマイナス X のグラフになりますから下がっていきますが、逆に Y イコールここで E のマイナス X 分の1を取りますから、反対にこう上がっていくはずですね。上がっていって、下に凸で、右上がり、温度を横軸に取ったらどんどん反応速度定数は上がっていきます。これがだから10度変わると反応速度は2倍になりますと言ってた話ですね。ですから、1番丸、2番も丸です。右上がり下に凸の曲線を描くですね。で、この次、
あれニュースプロット、LNK に横軸に T1、LNK に横軸に T 分の1を、プロットすると、右下がりの、その通りですね、マイナス、右下がりの線になって、LNK を取って、横軸に、ラージ T 分の1、温度分の1を取ってやりますと、切片が、頻度因子の対数になりまして、傾きがマイナス R 分の EA になりますよと。話ですから、縦軸に LNK、横軸に T 分の1をプロットすると、右下がりの直線になり、この傾きから EA を求めることができる。この傾きが EA になるは間違いですね。R 分の EA、R 分の EA で、マイナス R 分の EA ですから、求めることができる。定数 A は、アレニウスプロットの Y 切片より求めることができ、K と同じ単位を持つ、当たり前ですね。これは比例定数、単なる比例定数ですから、こっちが無次元だったら、単位は同じです。A と K は同じ単位を有し、A は、頻度因子と、これは同じ問題が出てますね。いろんな粘土のを書いてますから、同じような問題が重複してます。R は期待定数で、RT は1モルあたりの、これは何度も、何度もじゃないか。これはさっき説明しましたね。RT は1モルあたり、KBT が1分子あたりの熱エネルギー、熱エネルギーのことですね。で0から2次半のいずれにおいても EA の値はそれぞれの半減期と温度の関係から求めることができる。半減期は K イコール、半減期は、T 二分の1イコール 2K 分の C0、 T 二分の1イコール、K 分の 0.693、 T 二分の1、 T 二分の1イコール、KC0 分の1、n イコール0の時、 n イコール1の時、 n イコール2の時、こうですね。反応速度定数の逆数と比例してますから、同じ次数の範囲内で考える分には同じように、これをこの式を、プロットしてやりますと、これはだからいい問題ですね。LNK じゃなくて T2 分の1にしてやりますと、T 分の1でこうなって傾きが R 分の EA になりますよと。反比例してますからね。で、切片がだからこの値で、次数にガチャガチャ出てきますから、A は C0 と、N との関数になっちゃいますけども、傾きは EA は求まりますよで、OK です。で、一般に E の EA の値が大きいと、EA の値が大きいと分解速度は小さい。EA が、EAK、T2 分の1。これが大きいと、これが小さくなって、これが大になる。これが小さいと、これが大きくなって、これが小になると。短くなる。早い。細い。ですね。で、分解速度は小さい。速度は、EA が大きくなると、K が小さくなるので、分解速度は小さくなって、半減期が長くなっちゃうわけですね。だから、これも丸。で、2種類の化合物 EA が同じ値を取る場合、2種類の化合物の EA が同じ値を取る場合、高温でより安定な、より安定な化合物が低温でも安定であるとは限らない。これは、このグラフで、EA の値が一緒なんですから、傾きが一緒ですね。LNK を取って、横軸に T 分の1を置いてやりますと、A の0番に対して、A の1番、LN、切片が LNA0 と LNA1 だったとすると、両方とも活性化エネルギーが、傾きが同じだったら、常にどの温度でも、高 T 分の1ですから、これが低温ですね。こちらが低温、こちらが高温。た
高い温度でも低い温度でも平行線になってますから、2種類の化合物の EA が同じ値を取る、同じ EA が同じだったら高温でより安定な化合物が、高温でより安定な化合物、こっちは速度が、速度定数速いですから、安定、不安定、だったら、低い温度でも、低い温度でも当然こちらが下になりますよということで、これおかしいですね。9番が間違いとなります。以上です。